全国のお兄ちゃんお姉ちゃんペケース、山本のぞみです。ねえねえにーにーペケース、ゆきかなです。はい、というわけで私たちは2人の番組、のぞみとかなのペケペケしようよのスピンオフ DVD 企画で、なんと今回は軽井沢に来てます。すごいすごい、もう自然に囲まれて空気も美味しいです。そうなんですよ、うん、もうねすでにね動物たちもね、うん、いっぱいいて、見た見た、これからモフモフを楽しむわけですけれども、でもね、それが最終目的ではありません。はい、今回の目的は、まあ、軽井沢ですから、うんうん、なんとウェディングドレスを着ることです。はい、お兄ちゃん先に行かせていただきます、うん、ありがとうございます。結婚します。違うよ。なんで？ウェディングドレスを着ることであって結婚することじゃないよ。ウェディングドレスは結婚するときに着る服だよ。でもウェディング、これは言葉のあやだよね。なので、まあ、結婚はしないんですけど、ウェディングドレスせっかくね軽井沢に来たんだから着たいなということなんです。悲しくなってきた。ちょっと待って、結婚はしないからとかなんかそういうのやめてよ。私たち妹、うんうん、そういうのやめよう。オープニングからそういうのやめよう。14歳だもん。14歳だもん。そうだね、はい、私たちそうウェディングドレスを着るんですけれども、そのために必要なものもこう徐々に揃えていかなきゃいけないということで、ほうほうほう、自分で作っていくんですね。何かをね、用意していくんですね。そう、うんうんうん、まあ、だからちょっとこうロールプレイングゲーム的なところがあるわけですよ。得意。あ、かなし得意だもんね、うん、こういうのね。そうです、実際自分でやるのは初めてですけどね、うん、得意ですよ。そっか、いつも操作してるだけだからね。じゃあ今日は頑張って、うん、自作自演の結婚式をやるってわけですよ。そうですね、はい、楽しみ、はい、あげましょう。というわけで、うん、今回のタイトルは、お、タイトル、うん、いきますか。はい、せーの、のぞみとかなのウェディングドレス着ようよ。